これがですね、配給の現場でいろいろ変わったんですよ、はい、本物のストイックっていうものを配給の現場で知ったんですよ、はい、イリノ・ミウさんです。あ、イリノさんもうそんなに収録中の、いや、なんかストイックってすごいカッてなってる、はい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 、視野がすごい狭まってる人みたいなことを言ってる印象があると思うんですけど、はいはいはい、イリノさんのストイックが本物だと思うんです。視野を広げる、あ、逆に、はい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 、いろんな自分がこれが上手くなりたいから視野を広げる努力をしてるんですよ。はー、これが一番ストイック、だからそれが本当にストイックの塊の人である。そうです、で石川さんはご自身ではそうではないという。僕はただただ視野狭窄の、いや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 、視野角一番狭いやつでFPS やってるみたいな感じになる。いやいやいや、そんなことないですけど。